竿燈まつりは毎年8月3日から6日までの4日間秋田市で開催されます。8月のお祭り本番では約280本もの竿燈が祭り会場を埋め尽くし、竿燈の提灯にろうそくの明かりが一斉に灯るとまるで天の川が地上に舞い降りたかのような幻想的な美しさとなります。かっこいいぞー。